ちは、矢川です。いやもうしばらくね、外にあんまり外出して Vlog 撮るみたいな機会ができてなかったんで、かなり久しぶりな感じなんですが、梅雨の間でも今かなり晴れててですね、息子の習い事というか、サッカーもねちょっと再開して今送迎の途中なんですけど、ちょっとずつ外に出る機会も、戻ってきたかなという感じなんですが、せっかく久しぶりに出たんで、いつもね Vlog は iPhone で簡単に撮ってるんですけど、今日は珍しく、メイン機のですね OMD EM1 Mark II を持ち出しましたので、ちらっとだけ撮ろうかなと思っております。で、とりあえず、EM1 持ってきたのはいいんですけど、三脚モナーも持ってきてないんで、手で撮ってるんで、もう内蔵の手ブレがどのぐらい効くかっていうところと、ちょっと今日動画撮るつもりじゃなくて、普通に、スチール用と思っていた19ミリのレンズをつけてきてしまったので、近いですね、目いっぱい手伸ばしてこんな感じです。さあ、Vlog といってもせっかく撮ってるんで、今日ちょっと試したかったのがですね、この OMD EM1 Mark II で、いわゆるログ撮影みたいなことができるんですけど、OM ログっていう独自の、カラーモードだと思うんですけど、 EM1X が出た時に確か出たんだったかな、はい、でファームウェアアップデートでこの Mark II の方にも、対応がされたので、機能としては全然前からしてたんですけど、全然試す機会がなくてですね、でずっとプレミアで編集してたりするんで、ラット当てたりとかですね、カラーグレーディングしたりとかっていうのは試してるんですけど、ちょっとログ撮影は全然やったことなかったんで、今回ちょっと撮ってみてます。ログ撮影というとね、知ってる人には当たり前なんですけども、撮ってそのままだとものすごく眠い色というかですね、あんまり色味がない状態で撮れるんですけども、後で編集の時にですね、色の調整をすることによって、より色をですねたくさん、表現できるという形式になっておりますので、カラーグレーディングしない状態でフラットの状態と、調整した後の状態を見比べたりしながらやればいいなと思っております。ちょっとカメラの装備の話に戻って、今日撮ってる機械なんですけども、カメラが、先ほどから言ってる、OMD EM1 Mark II で、レンズなんですけども、シグマの、19mmF2.8 っていうシグマのアートシリーズのレンズなんですけども、すごく、安い、レンズなんですが、F2.8 でそこそこボケると、ボケるというほどでもないですね、 F2 以上ではあるのでそこそこなんですけども、取り回しのいい、レンズなので、こちらをこの頃愛用してます。本当はねもっと風景とか撮るんで広角のものが、好きなんですけど、ちょっと広角で明るいレンズを今持ってないので、
この辺はね、余裕ができたらぜひ買いたいんですけど、で Vlog も結構今ぼかして撮りたいんで、開放 F2.8 で撮ってるんですけど、今日みたいな晴れた日はですね、明かりがちょっと入りすぎて白飛びしちゃうんで、それを回避するために ND フィルターっていうのをつけてます。で今日はですね、ND8 というフィルターをつけてるんですけども、どうかな、ギリギリ、動画のですねマニュアルモードで設定できる一番低い、ISO400 っていうのでやってるんですけど、それでもまだ明るそうですね。近づいてみて看板見たら、どうやらこれは菖蒲の花みたいですね。はい、まあちょっと時期だとは思うんですけど、ちょっと遅かったかな。もう花がだいぶ密度が減って枯れてる花が増えてるんで、まあ見頃はちょっと過ぎてしまったのかもしれないですが、まあ、なんか久しぶりにねこう晴れてるところで花が咲いてて、かなり気持ち的にはリフレッシュしますね。まああとはですね、まあ6月なんですけども、かなり暑くて、今日も30度までいかないですけど28度とかその辺まで日中上がるらしいんですけど、もうこの入道雲というか分厚い雲を見ると夏だなって感じがしますね。でこういう明るいところを映している時に、今ですね白飛びしているような、感じに見えるんですけど、ログの状態はね、グレーディングしてこれ見えるんですかね。というわけで謎すぎる回なんですけども、まあ何でもない Vlog で、かつ一応、テーマ的には OM ログの確認ということで、短めですが久しぶりの動画でした。まあ、これからも何とか頑張って動画作っていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。